パート4やっていきたいと思います。パート3とパート4の間に少し時間が空きまして、必要経験点の方を、調べるっていうことをやっていました。で見てみますと今841、374、375でございますけれども、必要なオールエを目指すために必要な経験点は974、788、424と、技術が半分も足りませんということで、今からトスバッティングに、シフトしていきたいなと思います。の前にやっぱ体力が足りないので、ミソラちゃん行きましょうか。前回ゴールデン銀座でしたね。ミルキー通りに行きましょう。好感度はな、誕生日までに、あー、やめてほしいな、こういうの。なんかアイテムとかあったかな。ちょっと日にちを置いたのでね、パート3とパート4、ないんだな。忘れてるとこ多々ありますけれども。行こうか。遊園地。ミスったな。好感度がいまいち上がりませんでした。買いたいね、これ。4% でも大丈夫だろう。好感度の方、そんな慌てるようなことはないと思うので。あ、やる気下がるね。半分も足りないってやばいよね。消防時期。ミルキー通り。おみくじがな、ミルキー通りに行くと、まあ前も言ったか。あるんですけれども。それで人工精霊とか手に入るから、美味しいなっていうのが、ちょっと狙ってますね。これもうフォアボールを狙おうか。あ、入って、お、入ってないんだ、ラッキー。おそらく僕は8番だと思う。やっぱり能力やな、上がってないもんね。よし、ピッチャー返しを見舞いしました。8番まで持たせるっていうのは無理だと思うので、ここでちょっと決着つけたいと思います。はい、ゲームセット、勝ちましたと。で、言ってた通りトスバッティングをしていきたいと思います。筋トレ15回だけど、まあ、それはもう非常用に、その筋力経験点が足りなかったかなって思った時に使いたいと思います。まずはトスバッティング。ドライブしようか。ミソラちゃんと。あんまデートしすぎるとな、好感度が。あ、よし、やっとですね。マックス行きました。なのでもうミソラちゃんをちょっと頼らないようにしましょうか。確か誕生日に好感度95以上で、超特殊能力、まあ、野球超人伝か、を手に入れることができますので、はい。どうするかな。確か怖い新聞、あ、ないのか。そっか、そう、野球知識があと3ポイント必要だったんだよね。困ったな。ここで使っとくか。ダメだ。ここまで調子悪いと。どっかで野球知識を回復するみたいなのないのかな。勉強を使わずにね。このニコマンドを失ったのは痛いよね。前にキャンプで一回勉強して失敗してますからね、さっきのように。ここは引っ掛けてくれて、ゲッツーが一番の理想ですね。おい、取れないか。これね、サード投げて、こうした方が、よし。
間1点失ったけど、ベイスターズに。よし、ここで取り返せるかどうか。まあ負けても別に問題はないと思う。よし、あ、こっちもか。代打。おお。痛いね、今のは。間違えたね。あ、ピッチャー交代。クルー出た。ポケ8から165キロがマックス最高速度になったんですよね。それはこのクルーンが、登場したからだと僕は思ってるんですけど。うわ、早っ。あ、出た、マックス。すげえ。絶好調だな。あ、これまずいな。あー、お、クルーンがエラーした。まだ投げたいんだな、クルーン。今日は絶好調だからまだ投げたいぜっていうクルーンのやる気が感じられます。いや、これは打たない方がいい。見送ろう。よし、フォアボール。目立ちか。あ、ピッチャー投げたいのに。クルーンさん、エラーゾーンだったね。これ1、2塁出てるからな。このチャンス逃したくないな。ここまで来てね。ああ、やってしまった。若干希望が見えた感じしたんですけれども、負けてしまいましたと。トスバッティング。いや、一回勉強してもらおうか。40% って、100% なの？ちょっと心理ついちゃうけど。これでまたやる気下がっちゃうじゃん。これやばいな。まあ、まだ三振つかないだけマシだったと。おー、よし。これで 100% になりました。うわ。ちょっとセーブしとくか。ここでセーブしておいたら、ゲーム、オーバーの時のリセット。オーバーはしないか。リセットの時に体力減少が少なくなるので、やる気回復どうしようか。回復します。で、ミソラちゃん、最終恋愛好感度確認をして、よし、これでもう、ミソラちゃんから超人伝をもらうっていうのは OK だと思います。さあ、この第5試合が、一番、いつも実況ながら実況で不安なところだったんですけれども、今回はロッテじゃないので、まあ、ロッテじゃなくてもね、山本さんですから、とりあえず第3試合みたいに1、3塁にさえしてしまえば、
1点はもらえますので、これは痛い。あー入っちゃうんだね。おお、うまっ。よしよし。よっしゃー、来た。で、本塁に戻るランナーをこのようにしてじらしてしまえば三塁打の出来上がり。で、目立ちがフォアボールしてくれたらまた1点ゲットですね。よし。打てばよかった。今回は第5試合、苦戦せずにいけそうですね。よし。で、三塁行きましたと。スクリューがキレッキレですね。おっしゃ、ラッキー。73、8番が僕次だから、できれば僕まで回したいな。おお、打ったね。ああ、取られちゃうか。まあよし、ここちゃっかり、ちゃっかりじゃないね、しっかり抑えましょう。勝ちました、7対3。ありがとうございます兄貴。これやる気下がる状態でゲームクリアまで続くな。多分誕生日で、あれですよね、やる気下がるよね。どっかであげるとこないかな。マニアショップ、マニアショップか。いや、もうこの最後の最後でやる気上げたところであんまり変わらんっていうのもあるからな。いや、でもやっぱり、あー、でもミルキー通りに行ったらあいつらに会うからな。まあいいや、続けましょう。回復しましょうか。で、誕生日の結果を待ちましょうね。超人伝でございます。広角打法センス丸。ほら、やる気下がった。やっぱり、金箔ですかね。僕は超特殊能力の中では金箔が一番好きです。さあ、見ていきましょう。ちょっとじゃあ、あれだね、振っていこうか。はい、こんな感じになりましたね。で、今経験点残りがこんな感じです。明らかな技術不足ということでね、トスバッティングをちょっと必死こいてやっていきたいなと思います。まあ、もうミソラちゃんはいいかな。もらえるもんもらったので、お前はあれだよ、もう泣きっ面に蜂ってやつだよ。これひでえな。いや、トスバッティングしよう。これで走力はもう OK なんですよ。プラス2されるので。で、パワーも OK、ビートも OK。あとは、肩を上げるための、技術かな。技術が必要だね。素早さは後で結構手に入るので。と、守備。守備を、11まで上げれば A になります。体力回復しようか。いや、違う。
あやる気を上げるか、いや回復しましょう。普通の回復をして、どうしようかな、時間的な感じで、ここで終わっておきますか。はい、終わっておきましょう。ではパート4の方、終わります。続き、10月1週から始めていきたいと思います。それでは。